山博のピカイチラジオさあ、えー、金曜日の深夜あこんばんは山博でございますこんばんは吉本新喜劇のすっちぃですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですなんか挨拶変やったねいつもと違いましたねたな,なんでかな <laughs> 自分で笑って持ってましたもんね <laughs> <laughs> ね 5月24日でございますやっぱ風呂入るとダメですね <laughs> いや変やったって自分で言うからダメなんですよいやなんかそのまま行ったらあちょっと変化つけてきはったなという感じやったんですよ変化だったらいいけど、うんはい、変化とも言えんぐらいのなんかいやなんか若干いきりはったんかなと思ったんですよ僕あカッコつけって言って,っていや違いますあの 「こんばんは金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか?」とか「金曜日の深夜」って言っちゃったから「はい、深夜」なんも言葉がちょっとおかしになるなっていうことで、はあ、単に「とちった」というだけなんかかっこいい感じで言わはったなと思ったので <laughs> 声出してね僕も引っ張られて <laughs>、うん、なんかいつもの元気よくっていう感じがちょっと変な感じになって <laughs> それはね 最近というか4月以降ね、はい、この番組深い時間になったじゃないですか、はい、それはちょっと意識した方がいいかなと思うん、なるほど声のトーン自体は、うん、なるほどね、はい、11時過ぎように変えましたで,でそこからオープニングで話していくじゃないですか、はい、でおそらく今日も下野家の話出てくると思う <laughs> そうなったらまたキーは上がっていくんですけど <laughs>、うん、出だしはこうな飛行機はないけど、はい、うー ちょっと飛び立つかね。なるほな僕もちょっとしっとりこう今度から。いや思った。り直します？そう思ってやりだしたら、はい、あかんかったというだけ <laughs>。そういうことね。いやもう絶対やっておいてまあみんななんか深い時間やからって変な感じでやって。こんばんは、ね <laughs> も。もうふざけてるやんもう。<laughs> いつも通りでいいんですよね。始めましょうか。今日はあのこの今本番前に、はい、スッチーが。はい 冷やしパインソーダですかはい、あのー。ちょっとね喉乾いて<う>、えー、炭酸ジュース飲みたいってなっておお分かりそんな時ありますね,ーねーはい。でそこの自動販売機で買ったんですけど、うん、何がええかなと思って今度何見たことないと思って珍しいですよ、うん、なんかねあの言い方悪いかもしれないですけど ちょっと幼稚な感じかかかるるで子供の頃にね食べたり飲んだりしたもんねおそらくそれってそんなにんだろう栄養価とかで言っともあのもう無果汁うすあれでしょかき氷のいちごメロンでほんのいちごメロンとは違う味そうなんですああいう感じのまあ割と作った感じのパイン作った感じのただそれが美味しいんですよけて 缶をそこに置いいてるじゃないですか、うん、だから僕たちは飲んでないのに、うん、1>, 1メートル以上の距離があるのにこう香りがするのはパインのいい香りパインの <laughs> パインの2ってパインのこれも香りもつけとるんでしょうね香りつけてんねん。今 いや、たまらんね。作れないものないって言いますからね。<あ>うそうなんや。再現できないものは。グッジョブで仕入れたの。いや、これはね、もっと前から、なんか、すごい人がいるっていう。<laughs> <ー>ああ、そううどんな味でも作れますよっていう。はは 聞いたことあるそれこれとこれとこれ混ぜたらあこれ餃子の味になりますはいはいはい何でもできるだからまあお手のもんでしょパインとかなんでしょうねうんいやいや美味しそうやなと思いながら見てたんですけどんか栄養とかんかそういうのを気にして飲む時もあればただただなんかスカッとしたいその瞬間ちょうどいいと思いますちょうどええわはい じゃあそのスカッとしたところで、はい、今日も下の毛,下の毛5週目に突入しましょうかだっていっぱい来てるんでしょーーメール頂い,いておりまして長文やでそれまずはラジオネームカット職人さん、はい、僕は下の毛専門の美容師ではありませんが美容師です、うんはい、先週の下の刈り込みやカットについて「 山宏さんはどう刈り込んでいいかわからないので断念されたと言っていましたが、はい、そんなに難しく考えなくてもいいのではうん刈り込みを第一にどこからどう攻めようか考えると確かに難しいですそうそうもっと気楽に少し短くカットしようすっきり整えようくらいでいいですよ。うん、まず串で下の毛を優しく溶かし、うん、もつれをほどきます。 もつれね、まあもつれてるでしょうね。はい、ね僕は割と直毛の方です。そんなこといい <laughs> ませんけど、<laughs> <laughs> まあもつれますよね。<の>はい、もつれますね。ほどいたところで、その段階で思ったよりも長さがバラバラだということが確認できると思います。そうですか。確かにというかそうなんかな。じゃああれかな、うん、長くなったやつから抜けていくってことかな。 なのか、だ。本来ね、本来ね、短いのはまだ伸びしろがないし、生える位置によって違うのかもしれない。うん、あ、そうですね。うん、うん、うまあ、とにかく長さはバラバラです。はい、そこで。 ハサミを用意します普通の文房具のハサミがいいですうん、うん、高価なハサミを使うといいと思ったじゃないですか、うん、切れすぎてしまうのであんま切れない方が安全のためにはいいと素人ですからね左右のバランスを見ながら1センチずつ切っていきます、うん、この際毛の先を指で持ちながらです 毛の毛切るとこだけ出る感じでよくありますよね、うん、髪の毛切るときに<え>ここから先切るんだよってとこをこう指で挟みながらね前に出したり少し横にずらしたりして目で確認しながらもうちょっといけるかなと思ったらもう1センチとかでいきましょうざっ、うん、と言うとこれだけですとにかく大体でいいのです、はい、余裕があればさおの下のゴールデンボールの方まで行ってくださいえ難しいんちゃうそれは、うん 基本下の毛は縮れていることが多いはずですので多少適当でもうまくいきます、うん、そうですねまっすぐの毛やと不揃いは目立ちますけども、うんうんうん、どうせ縮れてるんやからねそうですな、うんうん、れが大事です、はい、僕は2ヶ月に一度は洗面所で整えていますへーえ洗面所で <laughs> まあ洗面台にグンとぐんとのせるんでしょ 背伸びするのか,ううか分かんないですよ単に場所が洗面所なだけでい僕はお風呂場かなと思ったやつやるんだったら、はいうん、で何か台に乗るのか分かんないですけどその方の身長分かんないですけど、うん、洗面所に。はいはい もうほんでそこでこうほんで立ち上がりましたけどもだから洗面所の縁にゴーンとのせてのせるやんガカッてってほんなもそれが全部流せるじゃないですかはいまあまあそうじゃないですかっていうことだと思いますけど手間とかそういうこと考えたら絶対それいいんですけどだから例えばその奥さんからしたら そうですね。流すのはちょっとね言わんかったいんですよ。のけなこと。言ってまうわこれ。言わんでしょう。ええ言わん。言わん言わん。後ろから見たら歯磨いてるのかないや分からへんし。いや嘘やけど。いやこうはもうそんなことやったらむちゃくちゃ怒られそうですわ。そっちも怒られるんですよ。全然怒られると思いますよ。本当に一人ですか。一人の時は。一人どこやったらできますね。 うん、はもうじゃあ,あだけどお風呂場だと椅子が低いじゃないですか、うん、で膝の方が上に上がるぐらいの普通あの洗面あのトイお風呂の椅子ってそうでしょ、うんはい、膝の方が上がりません、うん、まあ低めですね低<く>普通の椅子よりはだいぶねそうするとこうぐっと奥まるじゃないですか、うん、下やっぱ立った方が あ風呂場で立ってやるはい、はい、やっぱり、まあ、洗面所どうやったかな、ま、たちっあのイメージね <laughs> お宅のね洗面所の前の鏡って <laughs>、うん、グッとやったらこの後ろの辺り映るかな,るかなこれ映らんとダメやと思うんですよ台があるでしょ <laughs> なんか台を使ったらいいんですけど台っていうのは洗面台があるから <laughs> 洗面台、ね、そのまま鏡には映らないでしょう映らんかなでもこう 鏡ってこう見たらこう下の方もクッと角度で見えたりする時あるじゃないですか斜め角度斜め角度でこれなんで洗面台って言ったかというと、うん、まずやっぱ正面明るい、ね、明るいね,ね、うん、ここ一番いいと思うんですよはい、はい、ほんでちょきちょきってやった時の毛がどこにあるかも白やから分かりやすい、うん、でまあ最悪流せる、うん、まああのなんかネットみたいなの置いときゃそこに集めて捨てれる、うん、で何よりも形を正面からっていうかこう 今上かから見てるじゃないですかうん、うん、前から見たのを見ながら整えるとだから真横ではないけど大体、はい、いいわかるよね大体いい今どれぐらいの形になってるなあ右ばっかり刈り込んじゃってるな左もからなとか、うん、そういうのが鏡で見える方がいいと思うすよ、ね、そうやねだから風呂場の場合は椅子に座ってるから、うんうん、その部分が見えにくいね逆にでねで立った時とまた形が変わるかもしれない、ね、変わるかね でもなうちの洗面台ってなおた立つはじゃあうちの洗面台は意外にな高いねまあ本当は顔洗うこと考えたら高い方が楽ですからねはねだからやっぱりそれこそ何かに乗ってそうやな台いりますねうん自分が乗る台がいるわそうですねそうそう若干高めにしてあるわ 孫が来た時用に買ったんや、あの十二十センチ小っちゃい子が洗面所使えるように、あれを僕たちが使えば、まあ僕が使えば、あの僕たちだか僕が使えば、あのちゃんと栄養栄養高さもありますなります。お風呂のいつでもいいですね。あ、そうですよ。割と強いですよ。でも強いけど。 ちょっと狭いあのお尻のくぼみがありますけどまあそうはいまあ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 いざとなってそれ使安定感はありますからねあとはだからよう黙ってられるかなということなんですよ見られた終わりですよいやもうそういやまあでも夫婦はそこは何してのよのって言えますやんいやいやもう追い出される勢いで怒られる見られたら終わりなんで整えてんねん誰に見せんのってことですねこれは これ若干説明がついてラジオでもう4週も5週もあったりかそねこれで実践アドバイスもいただいたんでやってみてるよとという美容師さんからのだからまあ文房具のハサミぐらいのでちょっとずつちょっとずつちょっとずつやったらどうですかというご意見が一つあんまり深く考えんでいいってことでてあの 安いやつでええねんけど、うん、うちねちょっとねわかるあなるほどなああ、ま、甘い,っていう甘いんだな鼻毛切りばさみが、はい、僕だけしか使ってへんやつやねんけど、はい、それが甘いねんただちょっとカクカクってなって、うん、肝心な鼻毛が切れへん時あんのよあ<ー>あそれ,ダメやなそれは買わんとあかんなせめて、うん、あとはまあ見せない知らないとはいえやっぱり専用にしてください、はい 新しいのを買ってそれを専用にしてくださいそれをまたどっか文房具置き場には置かないでほしいそれはもうそうするよやっぱルールやねそうですよそれはねそのハサミとハサミの間からょっと出てきたもういやいやほんまものすっごいそんなに言われーってなってれですよ出ていかなあかんわこれがきっかけで家出ていかなかんねさあそして自分でするのはなあという方のために この方は真賀崎の方です。うんはい、えっと、二千年頃のことです。当時私三十二歳くらい、もうだから二十五年ぐらい前の話ですね。関東に住んでいて、うん、都内山手線のある駅にアンダーヘアカットをしているお店がありました。えー、すごいな東京って。当時週刊誌に記事が出ていて興味本位で行きました。うんはい、シャワーを浴び、きれいにしてから、うん、四つん這いでお尻 そして袋部分も毛をハサミと櫛でカットして短くしてから線香で毛先を焼いて丸くという作業を進めてくれます短くしすぎると線香がかなり熱いです厚いやろ <laughs> 近いですあ線香って熱いね厚、あのー、いでしょうねにう近いを防いられるとね、うんうん、お尻が終わると今度は前です、うん、そしてまた線香作業を行います、うん、作業はお姉さんがしてくれます、うん 最初は恥ずかしさと線香の厚さにビビっておとなしくなっちゃいますからすっちーさん安心してください、うん、<laughs> 心配してないよお姉さんに聞いたところ線香の先の部分を落としたり当てちゃうこともあるので動かないでねと 言われました余計におとなしくなりましたお客さんによっては全部沿ってほしいというオーダーにも対応していたそうです、うん、関東にいた7,8年の間年に1,2回お世話になりました、うん、今は閉店したみたいですが秋葉原に移転したのかもしれませんホームページがありますよ、うん、山博さん息子さんに偵察してきてもらったらどうですかなんて言うね息子に <laughs> 関西に来てからはブラジリアンワックスもやったことがありますが泣きました。 本当に痛かったです施、うん、術途中でやめてもらいましたでも悔しいので2回目は耐えましたないとお尻を拭くときにすごく拭きやすいですよ、うん、ということでそのお,お店のホームページを野口先生がプリントしてくださいました、うん、はい、日本にもアンダーヘアカット文化を根付かせたい というね、ビジネスモデルとしては決して楽ではありません、うん、なぜなら毛が伸びるのに結構時間がかかるので再来店するのにこうスパンが長いのでお店としては厳しいけれどもなんとかヘアカット文化を根付かせたいということで今日までお店を維持しております、はい、アンダーヘアカットとミルクローションマッサージをしております、はい、それでいくらとかって値段もあるんですかね。料金システム うん、アンダーヘアカットのみ40分で9,000円アンダーヘアカットのあと残った時間主に背面背中のマッサージで60分1万3,000円、うんうん、90分コースもございます1万7,000、うん、円となっております。うん、ななるるほどね、はいえー、こうやって自分でまま お姉さんがやってくれてマッサージ付きですから結局だからあれでしょ健全なんでょう。健全ですねはいそんなことをする方は出入り禁止確かに営業的にはねそのリピーターというか常連になってもまあ例えば散発とかって月に1回ぐらい行くでしょうけど年に12回目先おっしゃってたからだから営業的にはそんなにさお客さんの数がないとね数がないとはい で利用者はどんな方かというと絡まったりすれたりして痛いから、うん、カットしたいという切実な方が多い。うんうんうん、剛毛で特に硬い人なんかそうですよね。はいろ、はいろ手術とかをした後でね当たって痛かったりなとか蒸れ,れるから。蒸れるから。で自分でカットをして失敗してしまったからとかうんそういう理由が多いそうでございます。あとは あのランニングをするときにやっぱ擦れて痛いとか、うんはい、あと水泳とかアメフトのスパッツのようなものを履く人たちがやっぱりスッキリしてた方が楽結局そういうのって全部密着性が高いから擦れたりするよね,、うん、ねあとお祭りでふんどしをしめるとねああ、そういう理由が多いそうですよもしくは勝負勝負彼女とデートするからとか<ー>旅行行くからとか。 でもこの前の話だったら最近その若者はそういうことにもやっぱり気をつけてる男の人多いから確かに勝負なんですかね。うん僕ら,やっ,たら何してんのって言われたでしょ、はい、昔やったらうそうですねいやもうそんなもん剃ってたりしたら、うん、みんなぱっと思う浮かぶのはあけ毛じらみですよねっていう、うん、ことになるじゃないですか、うんうん、昔よく言ったよねそういう毛じらみだったから剃ったとかっていか男性は 女性と比べて、うん、なんかこう形とかそういうのが整えにくいというかね女性の場合は平面で結構、うん、あの邪魔するもんがないじゃないですか。 だからその平面でさあまあハート型にするのかひし形にするのか,なんかまあ縦長のね線みたいなのにするのかそれ何にせよ女性の場合は形になると思うなるんですよ、はい、男性の場合はまず下にそのものがい、ね、ありますし、うん、って考えると、うん、男性はほんまに短くカットするそれはもうただただもう何やろう。 さっぱりしておいでっていう言たら吸いてもらうとか整えてもらう程度でカット職人さんが最初に言ってくれたようにそんなにこう何かデザイン性とか考えずに見せるもんではないような気がしてきましたね。そう言われたらキーラ楽やは単に量を減らしていろいろね機能的に楽になるそうですね。最初だかららプロにやっても うのお手本にするならこういうお店もあるっていうことあるってことですよねでまあちゃんとはやってくれるんでしょう私は自分がもしやるとしたら絶対同性にやってほしいと女性は女性にやってほしいと思うんですけど男性は女性にやってもらいたいもんですかだからこのお店はさっきの方天ヶ崎の方は女性がやったって言うじゃないですか僕逆にやっぱ最初は男性がいいかなとて思ったんですけどまあ そのなんか健全なとこやったら、はい、まあ女性でもいいかなと思った健全なんであれば、うん、女性やったら恥ずかしいじゃないですかあそう、うん、僕男性の方が恥ずかしいかも分からへんいやなんかちょっと家 <laughs> 抵抗もありますけど抵抗がその えー、ここはこういう毛の質になるし自分がここがちょっと絡まりがちなので、うん、短くしとこうとかってその男性は同じものを持ってるので、うんうん、同性の意見として同性の意見としていいんじゃないかなとは女性をってなんかちょっとなんかわっとかちょっとわエロいなっていう感じになったりああカンカンとか、うんうん、あと恥ずかしいとかなんか変な、うんだか。だから無機質なんですよ。 それだったらいいなって男同士やと構えてしまうっていうか、うん、物も見せるでしょそれがちょっと抵抗あるんですよ僕は。うん <laughs> いやほんまに量を減らすっていうのは楽かもしれないですね。うん、これはいいかもしれないですねこの前あの東野浩二さんたちがやってるあのメールで教えてもらってはい、はい、僕ちょっと聞くの忘れてて、はい、さっき慌ててメールしてしたんですけど彼のことだから忙しくなければ絶対すぐ返信くれると思うんですけど。<laughs> はい つかむことをお伺いしますが下の毛を剃っているのは本当ですかとすればどのような理由からですかって一応見てみたら怖 <laughs> いわ何これってなりません 全然いいんですけど今ちょっとまだ体験者の話は届いてませんけども届いてんそういうお店ね、はい、あるんですねちゃんとでもちょっとお姉さんのご紹介の仕方がちょっと、うん、ややエロいんで、ね、ちょっとエロない衣装とかうそれはいらんねん、はい、逆にいやこれはね結局 ちょっとグレーなんですよグレーというか男性側はもしかしたらっていう気持ちがあるからその値段でも OK な気するんですよ。うんうん、だって下の毛カットを40分するだけで9,000円ですよ。高いと思うよ。ね。うん、でもそれやっぱりしたくないやんほんまは、うん。どうなんて思いながらでもやってくれはる人あこんな感じか。え,え,えそうっていうか9,000円ずつの値段は、うん。うん 本当やったらそんなことさせてもらうのに申し訳ないなという気持ちもあるんでそういう仕事をするしてくれるんやから9000円ぐらいは払ってもいいかなっていう思いなんでですすよそっちか逆にもしこれこんな衣装で僕の言うへちゃじゃなくて本当にエステティシャンみたいな感じで。エステティシャンみたいやけど顔映ってないけど顔もちょっと好みやったとしたらやそしたら何が嫌って。 反応するかもしれん<ー>そしたらかっこ悪いやん、うん、まあそこは大丈夫やってってさっきの、ね、まあこの人は大丈夫って言ってるけど、ね、この写真の撮り方はちょっとそっちを想像させてますよ,よでよくあるんですよちゃんとした健全なマッサージのところやけどちょっとそのセラピスト紹介みたいなところはやっぱこんな感じ、うんで「当店は風俗店ではございません」って書いてて。 で来る人も取り込めるからそっちも狙いがあるんや狙いがあるからこういう写真になんねや僕はもう健全に何やったらもうやる人が前に腕組みして写真に普通に収まっててほしいこの私たちがやりますっていう感じのそれでいいまあ僕も年配の女性がいいかな年配の女性がいい技術は確かですよ年配でも 好みやったんかんで <laughs> だからもう全然そういう, <laughs> いうあのお互いにゃなもお互いにそこはかみ合えへん,ん人でないといやまあ寝てる間にぐらいがちょうどええかなそうですねそれがちょうどいいかもしれないですね という、うん、あったったっていう、ね、あるんですね、うんいや。ありがとうございますねもうほんまいろいろ参考になりましたわ。ありますね。うん、でやる時は文房具で使うようなハサミを。うんはい、そんな切れるのはやっぱり場所が場所だけに危ないというね。よくわかりました。参考になりましたでしょうか。はいはい まだまだ体験談お待ちしておりま。そうですね、白し,しかも知りたいという人にとってはいろいろ情報も、はい、そうですね、あの、うん、検索してみて。いただいたら、うん、アンダーヘアカットありましたんで。ぜひ、うんうん、一度。はい、まだ行ったら体験談を。そうですね。教えてくださいませ。はい。<laughs> はい <laughs> 番組進めてよろしいでしょうかよろしくお願いしますはい、今日もいつものコーナーございます怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしております そして山本社交クラブ皆さんの恋の話教えてください「ピカイチ価値観調査これどやねん」では皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください私たち3人はどう思うかお答えいたしますメッセージをご紹介した方には毛がふさふさのピカイチラジオオリジナル歯ブラシをプレゼントしています 山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には、山広さんの直筆応援メッセージリクオカードをプレゼントしています。送ってこられると何かと困るという方は、辞退希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。メッセージの宛先は、メールの方は、y a m a m b s 1九7 9 c o m y a m a m b s 九1 7 9 c o m ファックスは大阪零六六八零九の九零九零、大阪零六六八零九の九零九零です。番組の公式 X アカウントはアットマーク山一一七九、公式 Facebook も見てみてください。皆さんのメッセージお待ちしております。山宏のピカイチラジオは山宏と吉本新喜劇のスッチーと MBS アナウンサー古川恵子で。 A. M. 一一七九、F. M. 九マル六の M. B. S. ラジオからお送りしています。怒りの投稿街中モンスターハンター。モンスターペアレントにモンスターペイシェント、さらにはモンスターおばちゃんまで。現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没しています。そこで、皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます。奈良市の。 大仏さん大好きさんが見つけたモンスターです、はい、近所の喫茶店に行きましたアイスオーレを注文し店員さんが持ってきてくれました、うん、すると隣のおばあさんが私の方が先に注文したのにというので私がこれどうぞというと、うん、あんたが触ったのは汚いわうわなん <laughs> <ー>やこいつ天下やなもうとおばあさんのが来るとサービス悪い店やないどとこやんとこ と文句だらけのモンスターでしたいやもうほんまにもう <laughs> もう絶対関わらん方がええで, <laughs> そうですねう店に言うのはええんけどそのあんたの差は <laughs> 汚いわ、ね、そこがもうねしかも好意で言ってあげてるわけでしょはい私の方が先やって言うからああそうどうぞ先にってもう振ってんや <laughs> よう喧嘩ならんかったお前もう瞬間振ってんや,いや言うでしょもうこれやったら言う言う,うん、うん、もうぜなんて言うか <laughs> もうちょっとこれマイクロフォンの前で言えないです <laughs> <laughs> 汚いっていや汚い言われたらお前もなお前の方がとか誰が言うてんねんとかなってくるなこれはもうそういうのうわもう一瞬にしてもう一触即発やもんそたったこれだけのやり取りでねもう常にそんなおばなやろね常にそういうおばえでね 行くとこもないだから一人で来てて家にも居場所がないんですうハリネズミのようにみんなを刺していてそして誰も触ってくれなくなるかわいそうなおばですからねそう思いましょう続いては堺市のきーちゃんさんが見つけたモンスターです。 私は郵便局の窓口で働いていてますこの間郵便物封書を出しに来た若者が封筒の口を閉じないまま持ってきたので横にのりを置いて「封をしてもらっていいですか?」しててもらっていいですかと言いました、うんうん、すると男の子が「ふーっと」と生温かな息を私にかけました <laughs>、うん、一瞬何が起こったのか分かりませんでしたがクスッと笑っちゃいました。 可愛い子やったな。人によるな、人によるな、これだいぶ人によるで。せやね、おっさんやったら、こんなふっと笑ったりしませんな。だまキいちゃんは、どうなんや、どうやったんですかね。そういう、それで言うと。だから若者ですから、オッケーですよね。モンスターというよりは。可愛かったですね。そうですよ。 <laughs> おっさんのとがフうストに「何してんの!んの」ってなりますね。男でもややわ、うん、電車乗っててさ<う>隣に座ったおっさんがおっさんの番僕が「おっさん」っ,さんっていうのも変やけど <laughs>、まあ、年の子はなら僕より、まあ、ちょっと年下ぐらいかな<う>あのいわゆるポテトチップスとかなんかそういう系の袋菓子あるじゃないですか。 塩のついたせんべい系のやつ薄いそれ袋開けて手で持ってずっと食べてるんですよパリ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 でなめ持ってね指がチュッパチュッパしてでまたちょっと窓の外見てまたブシ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 食べてそのね匂いがねあ結構ね結構くるんですずっと開けてあるからでなやたす。 もう,もうそうなったら僕も神経質だからこう横目でちゃちゃ見てしまうんですよ。で食べますな、うん、めます、うん、でいやいやスマホ触ります、うんうん、そのスマホを二人がけの席あるじゃないですかいいわゆるロマンスシートで昔は言いましたけど、はい、それの窓の,あのちょっとこうスペースのあるところにスマホ置きます置い,おいてまた。 食べまます、す、舐めスマホ触りますってしてカバン触りますってやってほしたもその匂いとそれとそのその指指でももうどこ触ってんのというあれで気分悪くなる。それが例えばまあそれこそ騒いまたや。で多少は。 変わるかもしれないです。ふうってされたのが。若い、若い男の子やから。そう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 。きいちゃんさんも。まあまあね。可愛いなって思うだけやったけど。こんなもんきったのおっさんやってみ。どうします。なんですね。汚い言うてますからね。汚いおっさんやからね。汚いおっさんやで。それは女の人からしたらね。なことするおっさん。 ろくでもないでってろでもないしやっぱりもう嫌やなもうこれは嫌だろそんなもうなめたてで触るもしその郵便局舐めたてで触られてみもそれ絶対嫌絶対嫌やろ絶対に嫌もう何も集中できへんそう気になりますね昔平気でお店のおっちゃん 指べえなめてお釣りの札を数,数えてましたよねた今考えられへんな、うん、あそれで言うとね<お>朝ピカムに始まったでしょはいで、えー、6時に来てで8時に番組スタートするのにその日のニュース喋るのにね、はいえー、新聞各紙用意してくれてるんです、うん、でそれをまあ6時からわっと各紙目を通しながら、うん、今日何喋ろうっていうネタ探しから始まるんですけど、うん、急いでますやんかだから 指乾燥してて新聞がやっぱ一枚ずつめくれない気がついたらやっちゃったやっちゃったそれやりながらってやりながらあっしってこれ自分だけが読む新聞じゃないやんほんでさっきのポテトチップスのさやないけどわしもやってると思って。 今ちゃんと指サック持ってきて指サックでそれでやってるんで今はなめてない最初の頃ちょっとやっててあれ多分こ言わんけどねスタッフみんな若いから思ってるんやろなと思って思ってますよ絶対思ってるやろ言うてくれたらええねやそうやよねんなおっさんだこ僕見たら切ったなおっさんもや 舐めてたで、それ。気付けや。あんまはっけほそこ触らん時言う。うわ、そうでしょう。それ、あ、もうや、やいといて。焼いといて。焼却。めっちゃショックやわ。や、ほんまでもね、気をつけないかなって。思いますわ。コロナ以降ね。以降はね。さらにな、バス。確になってますからね。もう、ほんま、お札もそうやけど。指が。 そうですビニールとかもう絶対無理やし<ー><う>油分がもうないから、うん、あの財布から「はい3200円です」って言われて3000円がうまく取れないと逆に<ー>ちょっと舐めそうになるぜあっなめてもあかん絶対、うん、あかんねん絶対あかんよねん時間かかってもあかんよね分かった <laughs> 気をつけましょうはい 皆さんもいろんなモンスター情報をお寄せください。お待ちしております。さて、えっと歌いに行く前にちょっと告知をね、はい、させていただきでもうもうこれあれですね。明日、えー、日付変わった。明日です。五、はい、月二十五日、えー、大阪の,の熊取町という町にですね、えー、熊取町文化ホール、えー、愛称が規定ねホール。 っててい,いう名前の、うん、えできまして、はい、新しいホールなんですでそのこけら落としでいろんなジャンルから、えー、お客さん呼んでるんですけど明日はですねレジェンドアーティストたちが醸し出す音楽がぶつかり合う奇跡の空間「えー、熊取ミュージックナイト」っていうのが開かれて、うん、あのー。 ウォークの中村浩一さん今ソロで活動されてて、うん、僕もねあの12度ライブでご一緒させていただいたことあるんですけどもう70歳を超えても全然変わらぬ<ー>あの声量で、うんうん、今一生懸命歌に打ち込んでるので聴、えー、いてほしいなと思うのと、えー、ギターでいうと有山淳二さん。 ねえー、それから有歌団の木村敦樹さん、ベースは清水晃さんです、うん、それから近藤房之助さんも来られます、中村浩一さんと一緒に j w o r k やっていた、今も j w o r k のメンバーの、えー、杉田寛さん、えー、キーボードの、えー、司会はマーキーさんです、えー、そのほかにもいろんなアーティストたちが、えー、勢揃いしまして、明日の、えー、午後5時。 17時開演なんですけれどこの熊取町の規定値ホールで開演さ上演されますのでどうぞ皆さん時間に余裕のある方お越しいただけたらなと思います、はい、料金は全席指定で7000円ですただし未就学時の入場は不可となっておりますのでお気をつけくださいチケットピアなどで販売もしてますしもう当日ですから、はい、当日券あのまだ余裕があるということでございます、はい、ぜひともよろしくお願いします、はい、というところで うん、あの八十年代のポップスをずっとかけるって言ってたんですけど、はい、今日は急遽その J. ウォ、えークのこの曲を聞いてください。何も言えなくて、夏。山宏のピカイチラジオ MBS ラジオからお送りしています。山本社交クラブ東野康二さんから返信が今来ました。はい、下野家はラジオのノリで。 下野家剃る専用の剃り器でやりました。ほ<う>それだけ帰ってきました。はあ、剃り器ってことはじゃあやっぱり割とバッサリ行きはったんですかね。あ、でも古川さん言ってはったなんかそういう商品並んでるって陳列してるってあったじゃないですか。はい。それ下野家専用の剃り器なんでしょう。それ器じゃなくてカミソリでしたから。カミソリか。剃り器剃りって言ってるぐらいですから、割と短く行くんですよね。はあはあはあ だからもうかなり刈り込むん違うこれだって毛根から焼くみたいなバチンみたいなではないんでしょうかねえっとそりきやからもうあの今度週末茶茶あレマンデーで合うんでちゃんと聞いときますけシェーバー的なことかほにじゃあじゃあと粗くバーッとこうまず切った後にほんとに電動のひげそりみたいな感じにしちゃじゃあもうほとんどないってことか じゃないですかわかりましたその辺も聞いておきます <laughs> 聞いておいてください、うん、ありがとうございますお忙しいところ <laughs> <laughs> では社交グラブ、はい行きましょう女性の方ですねガジュマルさんですはい。高年期を終えた頃から5年ほどダブルフリンの恋をしていました<ー>相手も定年を控えた同世代の男性でした<ー>各週で3時間ほどの大瀬を過ごしていました 夫とは子供を授かることだけを目的とした行為しか知らなかった私それも30代前半からレスでしたのでやり方を覚えてるかしらと初めての時はドキドキしましたが、うん、彼とのは全く違うものでした、うん、彼は世に言う絶倫強い勢力の持ち主で、うん、若い男性並みに何度も絶頂を迎える 好意を味合わせてくれましたでも、うん、強引なことは全くせずに温かく楽しく笑い合える毎回素晴らしい時間を過ごしていました<ー>体の相性とよく言いますがとても合う相手だったようです、うん、裸で抱き合うとどこまでが自分でどこからか彼なのかわからなくなるほどでへえ<ー> <laughs> <laughs>。すごい声がいや<れ>いやすごいねそれ程でその表現はね け合うようよに感じていましたお互い全てが愛おしくこの相手とならずっとこの関係でいられるかもと思っていました、うん、そんなにも幸せだった恋でしたが4年経つとだんだんマンネリ化し5年目には私が「<laughs> 初めの頃みたいにもっと LINE でも話したいし外でデートもしたいしと不平不満を伝えることが増えました大切にされていない感は少しずつ積み重なりそう感じている私が彼にとっても面倒くさい存在だったのでしょう去年の秋にほんの些細な売り言葉に買い言葉の口喧嘩がありましたすぐ仲直りすると思っていたのにそれきり終わってしまいました 甘いダブル不倫の恋はとても儚いものでした盛り上がっていった時は素晴らしかったけれど年を取ってからの失恋は若い頃と同じようにやはりつらいです、うん、素敵な恋がこの年齢でできたのだと感謝しなくちゃ彼のことは忘れなくちゃと思っていますがなかなか忘れることは難しいです家族や知り合いに知られずに追われたことが何よりも正解なんだと自分に言い聞かせています、うん このお便りで気持ちに踏ん切りをつけようと思って書きました山本社交クラブも二人で楽しく話題にしていました<ら>現在進行形の方々どうぞお互いを大切に幸せな日々がこっそり続きますようにお祈りしますなるほどねだからガジマルさんからするとまあ別れ方はちょっといろいろ一末のねあれは残りますけれど一応まあコンプリートですよ 社交クラブ。一つね。一つコンプリート。コンプリートですよ。いいと、時間を相手の方と。まあ五年。五年ほど。続けられたっていうのはまあね、私たち世代の。そそうそうそう。ですからね。 そう年年期期どの更年期だ終えてまめちゃめちゃ相性良かったわけでしょどっからが自分で、はい、どっからが <laughs> 相手か分からへんそんなすごいの、うん、でもやっぱちょっと3年4年になってきたらい,いやこれねその辺の相手に対する不平不満って、うんうん ま必ず出出ててくくるることは出てくるやん、うん、で付き合い当初からはそんなことはもし,もし仮に感じたとしてもお首にも出さないし、うん、それよりももっといい思いの方が勝ってるから、うんえまあ、そんなことはいいわ取るに足らんことやわと思ってるけどだんだん年月経てまた親しくなってもう一つになってるわけやから、うん、そうすると 遠慮っってていうものがななくなってくる <laughs> ちょっと思ったことをふっと言ってしまうという <laughs>、うん、まあなんかね口げんかもあって見ましたけどもう少しその強引さがあってもよかったんじゃないですかその嫌がることとか強引なことしてこないって書いてあったじゃないですか、うん、だから年数経ってくるとマンネリ化してくるそこでちょっとその男性の方がガンと仕掛ける人やったら、うん、あこんなのもみたいなちょっと。 あったやろうけど手をだこの方がそんなんにあん、ま、もしかしたらそこまで興味ないのかなって思ったから男性が仕掛けなかった、うん、で仕掛けないとやっぱマンネリなる、うんうん、それはもう最初の頃のね、うん、そのときめきというかドキドキはそれは薄れてきますからまあ難しいとこはねだからって言ってほらほら、うん、相手がそういうことを求めてない場合もあるじゃないですか、うんうん、だから、うん、もうだからちょうどよかったんちゃう この二人は潮時というかね潮時やったんじゃうそういう意味でもだって家庭壊す気もなかったガジバルさんの中ではまあ言うても五年年取るわけですしねあそっから工夫してなんやもう今回こんな衣装でこんな場所でこんなもん持ってやってたらむちゃくちゃになるもんね ようできてんのかもね、そういう風に何か。以前もう二十何年ずっと続いてて、で七十過ぎてる人いたよ、でもあの旅行なんかもするけど、ちょっともうちょっとこう会う期間が空いてたり、一ヶ月に一回とか、二ヶ月に一回とか、そのぐらいのペースやったら、ひょっとしたらもっと続くのかもしれない新鮮味がね、持続するというか。持続するんちゃうかな。ちょっ。と と合いすぎたんちゃうかもしれませんね。マンネリですからね。まあまあでもコンプリートですよ。一つのね。まあまあ辛いとはいえいい思い出だけが残ってる感じ。だってそんな経験できなかったです。よ多分。で出会わなかったら。ああそうです。ということですね。そうでしょう。良かったんじゃない。時合うようなことはなかったわけですからね。よかったと思います。そういうガジマルさんでございまして。はい。 一方こちら若い人から久しぶりに来てますね電外、はあはい、専門学科コース志望さん大学4回生の男の子です去年のクリスマス生まれて初めて彼女ができました本当に嬉しかったのを覚えています、うん、同じ大学同じ研究室に所属しています、うん、なので毎週授業でも会っています、うん、付き合ってすぐ彼女といろんな場所に遊びに行きました、うん そして付き合い始めて1ヶ月で僕は留学するために海外へ行き遠距離になりました2月3月とおよそ2ヶ月会えませんでした2月はよく電話をしていましたが3月は彼女が就職活動で忙しくなり電話が全くできず LINE の頻度も激減しました 最後の電話では彼女が不機嫌できつい言い方で僕に答えて電話が切れました、うん、3月末僕は帰国し2ヶ月ぶりに再会しました、うん、帰国後いろいろありましたが彼女とその問題は解決しました、うん、今は普通にしていますが最近になって彼女に会いに行くのがクリスマスの時に比べてワクワク感がなくなっているのかなと思うようになりましたそれに友達が合コンを開くと言って何をすればいいか どこでやるべきかなどの相談を聞いていて自分もなぜか参加してみたいと思ってしまいました、うん、その友達は本当に面白い人なのでどんな会になるか気になるという気持ちなのかそれとも恋をもっと楽しみたいのか自分でもわからなくなりました、うん、留学期間中一つ年下の女性と出会いその子も含めて一緒にご飯を食べたり勉強したりしています、うん、新たな出会いがあって恋愛に混乱している時期もありました そしてもう一つ気になることがあります、うん、僕はその付き合っていた彼女とはエッチをしたいと思っています、うん、ホテルに誘ったりしたいと言ったこともありますが、うん、彼女は5年後ならいいよと断ったり、うん、旅行に誘うと旅行は信用できる人じゃないといけないと言われましたうん、うん 旅行に行きたいと言った日少し遠くに出かけていたのですが僕は疲れて足を痛めました、うん、旅行に行ったら足を絶対痛めるよ行けないやんと言われました、うん、ちなみにキスまではしています、うん、胸にも行きました、うん、ですがその先には進んでいません、うん、断られて彼女への気持ちが薄くなる自分は嫌ですがこれは恋愛においてよくあることでしょうか、うん、彼女と距離を置くべきでしょうか 彼女と別れるとなると友達関係は続けたいのですが。

のもんなんかも本かししないし、うん、で一方そのあなた寄せてくれた投稿してきてくれたあなたはもう性に対する興味が今最大限に、うん、<laughs> そうですごいう時なんですそうですね、うん、もうそこがね頭いっぱいですねそ,ですそ,そんなやつも女の子はしたらもたまったもんじゃないやでそれが顔に出てるで <laughs> コンパ行っても、うん、あんまりそういう場合はあの結果出せないと思うので、うんうん、もうちょっと落ち着いてうん。うん そうですねむしろ彼女の方が心配何もしてこないのって思うぐらいの方がそしたら向こうから追っかけてくる時もあるよかもしれませんねちょっとガツガツしてちょっと付き寄うてみたもののうんっていうカップルなんかもしれないですねお互いちょっと盛り上がりかけたところで物理的に離れてそうですね無理したらあかんわそういう時は向こうも嫌がってるねんからそう そうですねめっちゃ盛り上がってるかっていうと残念ながらそんなな感じではない、うん、だからまあ何やろうその友達その子がすごく面白い人で、うん、コンパが盛り上がるかもしれんっていう気持ちも多分あると思うんですようん、うん、でもっといろんなことっていうのもあると思うし、うんうん、今この彼女となんかちょっとなんかギスギスしながらおること考えたら多分向こうもそんなに思ってないから。 変にだらだらするよりかはスパンとなるの冷却期間でもいいんじゃないと。いお互い僕はこう思うんやけど自分もそうじゃないみたいな感じで一旦ちょっと距離置くっていうまたお互いに気になるんやったらまた会うたらええしまあ多分戻らんと思うけど。うん そうしておくと一個けじめっていうのができてそしてその友達が用意してくれたコンパ行って別の人と遊ぶなりそれは学生やから自由にしたらええと思うしねちょっと気象欲しいですねそこはねちょっと連絡取らずに置いてみて冷却期間を見てくるんです いうことです。ねこんなに質問があって若い時って一個一個ほんまどうしたらいいかわからない。わからないね。どもわからへいんだ。どうも。でもなみんななそういうのな通過してきてね。いろんな思いを心配する必要はないよ。うん。うん。どまあまあ今また授業であっても普通にできますよ。これぐらいの感じだから。できるできるから。何があったわけでなくね。はい。 で今度から質問なもうちょっとおっ <laughs> ちゃんはちょっと覚えきれへんからそうやねん、うん、書ききれへんから途中で書くのやめんた <laughs> でもやめんた何 <laughs> 分かりやすくね <laughs> お願いします、うん、ありがとうございました、はい、山本社交クラブでした山宏のピカイチラジオ MBS ラジオからお送りしていますピカイチ価値観調査これとやねやっしゃ 京都市のアルテイシア LV56 さんのドヤネンです、はい、皆さんは宇宙旅行行きたいですか A 行きたい B 行きたくない、うん、僕は行きたくない派ですなんか足が大事についてないと不安なんですあ、うん、<laughs> という宇宙旅行 A 行きたい、はい、B 行きたくない、はい、いいですかせーの ええ、まあ、ビかな。はい。B? 二人 B? ー。はい。もう、もう絶対 A です。行ってみたい。行ってみたいよりも、地球みたい。おお。地球見てみたいですね。肉眼でみたい。はい。どうですか。なん怖い。そうですね。で、まあ、すごいお金もかかるやろうし。はい。あと、なんか酔いそう。そう。 人間はもうそこまで行ったらあかんかもしれない。<laughs> うん、まあ、もう全然いや可能性があるんだったら。 まあ今飛行機に乗るぐらいの感じで行けるような技術になればね考えますけどちょっと怖いですよねだからほんまにそもそも人間が行ける場所ではないところに無理をしてぐっと行くうんそんなことするぐらいなら宇宙行かんと地球でもまだもっともっとすごいとこあると思うからどうぞ追って地球に僕は行くふうに <laughs> 絶対行きたい そんな見切ったい行きたいえじゃ月旅行行きたいああ月までね行きたいですねえ宇宙ステーションとかねやっぱり相当気持ち強くないと暮らせないですよね暮らすのは嫌よ一瞬一瞬行って帰ってそれは帰ってきたらあんたカツ丼食べたいだな普通のだけどな地球は見たいね綺麗やって言うからねまあまあおって。 います。僕は留守番で。そうですね。地上で、下から見ときますわ。手振って。ないの、これ。下野から宇宙まで。広いな。壮大やね、考えたら。また来週。でも、お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、だか本当、最後のね、もうスパッと僕ら別れた感じ。これ。 のの。れ方ですよね、対基本そうですよね。思考が違うっていう宇宙に行きたいって思うのと絶対嫌っていう2人と酔うからね酔うからですかうかしんどそうだって生命の危険を感じるじゃないですかまあまあ今の段階でね感じるから行きたいんだね感じるだからうんそれはほら自分の知らん何かじゃないですかそこって。 それは何やろうと思うんですよねあのうち飛行士の訓練とかミクるブぐるルぐるとかいやどん僕もいっぺんやったんですよおおもうすごい気持ち悪いうよねこういう椅子みたいなね、うわ回されるんですね回てねこの回転だけでしょ頭を上下に揺らしてください要はうなずいて上向いてしてください うなずいた瞬間にこの回転やのに、うん、体としてはこんな切りもみになってる感覚なのにで,<ー>でも一気に気持ち悪くなってううんあこんなこと繰り返すのうん無理や無理 <laughs> この前あのテレビであのー、だから競技やってて、うん、お笑い芸人とアイ,アイドルグループの対決ででくる,くるくるくる回されてんの、うん で、回されてそのまままっすぐ歩けるかどうかってやってるんだけど飛び箱かなんか飛んでたけどその,そのくる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 が終わってパンッとその人の前シャシャあの、えー、カメラで撮った時に目が、うん、こ,こうキューってなるんだな、うん、あれあ<ー>みんな鳴ってたあれは意図的じゃなくてみんな鳴ってみるんやなと思って<ー>面白いですね <laughs> そんんななな不自然こととはね、しどい人間が行けるとこ違うんですってだから行ってみたいんやってで、そうかそれうまく声えたとするやんか大気圏こうやってまあクリアしたとするそしたらこの地球を見ることができるんですよまあ外から見たら考え方変わるでしょうね言うでしょそれもね どうせやったら、死ぬまでにいっぺんみたいなと。まあまあ、その気持ちはね、わかりますけど。<や>現実問題として。え、だから、追ってください、ね。<laughs> うん、映像で見ます。地球を感じれるような広いところに行ってみたい。うわ、ーってあ,ーあ、地球丸いんやな。とか、モンゴル。モンゴル。最高やったで。<ー>モンゴル行くと、もう地平線なんですよ。うん、で、いわゆる、あ。 地球てて丸いやって分かりますよは<ー>若干ですけど、うん、ちょっと斜めになっててこう盛り上がってでちょっと斜めになっていくっていうのがまあそんな角度的にはそんな地球でちっちゃないんやから、うん、そんなわけないんやけど、うん、そんな気がするのと見てると、うん、全部地平線なんですよ。うん、星も むちゃくちゃ綺麗そんなんがいいわあいいですねそんなんでいいいやこれ比較の問題じゃなくてそれはもう見ましたから行きましたから見てるからですよ僕まだ見たことないからモンゴル行ってくださいもう今は割とホテルも昔よりは綺麗になってるかな僕関空ができた年ぐらいに行ってるんですよででも相当前しょだからホテルもその頃俺ずらやったやんか <laughs> でホテルウランバートルってもうモンゴル一のホテルですって言われて通されたのに、うん、洗面台の鏡がなかったよ僕、えー、の部屋には、うん、だから夕方6時に集合でモン,ゴルモンゴルジャーナリスト連盟の人と会食や言うのに、はい、集合時間になってもズラを装着する鏡がないねはあ <laughs> <laughs> うわこれもうほんまヤバいわ思って、うん、外見たら突き出し型の鏡あの、はい、窓ガラス窓 それが西日まだ6時まに西日強いんですよ、うん、モンゴルまだ日が高いから、はい、バーッたってんねんそれをまたグーッてやったらうまい具合にこれが鏡になって、はあ、<laughs> そっこんでな俺ずら,らーつけたら何の話だったっけ宇宙旅行何食わるかわしていった覚えたらい一回 <laughs> 集合場所に <laughs> モンゴルの思い出はいいいんですけどいやだからその当時まだそのインフラも含めてもう一つでしたけど今も整って今はきっとね一った人みんな言ってるやっぱホテル入るとあのいわゆるマトンの匂いがばあ充満してて慣れるまで大変でしたけどもう今はそんなのはないと思いますそれとあのゲルゲルで寝起きしたりとかで夜み外に出るともうもう落ちてくるっていうぐらい星がすごいなすごいです、ね そんな体験してから宇宙考えましょう。それしてたらまずそっちやな。地球上ねまだね行ってない。そうそうそう。そうですね。行ったのいっぱいありますからね。どこ行かない。僕南米行きたいですね。南米のあのアマゾンの方の。アマゾンか。ちょっと全然。いますよ。 虫もおるし、ピラニアとかね、なんかいっぱいおりそう僕が行きたいって言結構なんかさ、危険やっても聞し一緒に行こうって言って、ます。次の休みどこ行くって言って、相談するわけ違うんで僕行きたい日本が一番安全ですよ、ほんまに布団、綺麗な布団でね好きなとこ行ってください、行きたいとこ行ってください この辺で、またおはい。<laughs>